じゃあついに近づりします。鹿結構います。たまたま。ずるない。はい。俺あんな全部使う。ほぼうん。はい。じゃあお二人優勝目指してどうですか。優勝どうですか。あ。たまにでない。はい。入れ食いです。お、でかい大物。大物。この3本ですね。大物っぽい。はい、取り付けました。はい、取り付けました。はい。その用途は、おお、はい、すいません、短いですよね。はい、はい、梅さん釣れました。はい、はい。こんなに大きいの？見えるかな？こんな感じです。イワシほどではないですけど、まあまあいますね。数えてはいない。なんすかこれ。それはまだおーおー、ダブル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 からのノーダブルからの今惜しかったんだけど外れちゃった。ダブルからのよく外れないですね。残念ですか。はい、はい、ダブル釣りました。はい、馬面
釣りました。パタパタ言ってる、パタパタ言ってる。三井市漁港の地下の釣果こちらです。これすごいでしょ。数えてみたら260匹ぐらいいました。で、朝の6時ぐらいから12ぐらいまでやりまして、で、なんとコマセストブックと仕掛け一つでこれだけ釣りました。皆さんもよかったらこちら僕の釣った場所で釣ったらね、レビューするんで、皆さんも三井市漁港で地下を狙ってみたらどうでしょうか。チャキさん携帯のチャキでした。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。